してました。さあ、研究所へ向かいますが、レオンがここに近づけばエイダさんワープしてくる。あ、来ますね。これはちょっと5分押してるからな、厳しいな。回復を一つ持っていきましょうか。はい。こいつをこっちに引きつけたら、ここを走り抜ける。よし。待てよ、この野郎。イーストエリアへ向かいます。リー研究員、カートライト部長がお呼びです。リー。これは無理っぽいけどな、時間的に。
先ほどはここで、イビーさんに美味しく頂かれてしまったので、こっちですよ、こっちですよ、イビーさん。さあ2体落っこったら、2体まとめてお仏は消毒だ。完全に炭になるまで焼き尽くせ。か、あ、じゃあ燃えてない、燃えてない、燃えてない。はい、オッケー。これでこのイビーさんはもう復活しません。薬液を散布します。でここ開けちゃいましょう。ほい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 、これで誓いの扉が開きます。でもう一つがこれとこれとこれで、これはい、 OK。さあカプセルに薬液をまず入れに行きましょうか。したらここでまた あれどっかにいるはずだけど、あれもうどっかにいたはずだったけど、まあいいや、まあいいや。さあこいつでこうしてこう3こうこれ3で、はい、オッケー。さあ、多分イビさんがすぐそばにいると思う。だけど、真っ黒焦げになってしまえ。もうちょいか。はい、オッケー。もう一匹。おいおい。あー、ちょっと待って。2体一緒に焼ければいいんですけど、ちょっとミスりましたね。
もういい、もういい。ガンパウダー、そしたら、ここに寝そべってるやつらをなんですけど、さんの炎耐性が半端ないんですよね、今回ね。大丈夫だよね。で、この先にリッカーさんが出てくるので、はい、横すり抜けます。これが難しいな。とどめを刺したいんだけど弾がないし、くたばりな。まだ生きてんのかよ。もう参ったな、こりゃ弾がねえし。参っちゃったな。はい、もう無理でしょう、このタイムじゃ絶対無理。そうっすね。何分でクリアできるかまでやってもいいけど、やっぱ難しいな。
げ、ふう。母さん、そんなとこで出待ちしちゃ嫌だな、もう。そんなところで出待ちなんかしちゃって、もう。先行使っておびき寄せましょうか。正直これ目が見えてるとしか思えないよね。まあ足音は多少するとしてもさ、はいはい、おかえりなさい。 B 研究員、メッセージが5件あります。はいはい、氷漬けにされちまう。冷却が終了しました。ここに EB さんいるんだったかな。はい、いたね。だからこっちは通れないんですよ。リッカーさん、チッスチッス、ちょっと前を失礼しますよ。あっ、うわっ、それはないわ。もうまいったな。
さあここで薬液を散布します。これでよし。雑草は駆除しないとね。規定の濃度を超えた薬液が許可なく散布されました。この操作はログに保存され、あなたは状態処理される可能性があります。でこいつらをダウンだけさせる。ダウンだけさせといて、はい、Tさん来るので、さっさと逃げましょう。確かここにもいるでしょう。はい、ねえか。はいはい、もうあとは こちらへ向かうだけですよ。さあ、あとは次のセーブポイントに走るだけ。はい、といったところで今回は終わりにしたいと思います。まあ見ての通りもうね2時間半には絶対間に合わないんで、できるだけ、タイムを短縮したところでこの同じ場所までやり直したいと思います。はい、なので、次回はここの続きからまた撮り直した映像になるかなとは思いますけれども、極力時間を短縮したやつをお見せしたいと思いますので、後ほどご覧いただきたいと思います。では、別の動画でお会いしましょう。